これですね、思いのほか結構小ぶりなんですね。こんにちは。本日はですね、2019年令和元年の12月15日だったかな、日曜日です。私が来ているのは、こちら見えますでしょうか、 JR の宇野駅です。岡山県の玉野市というところにあります。これから本日が最終運行日となっている宇高航路ですね、四国フェリーという会社が運行している航路に乗りに行こうと思います。現在の宇野駅がこちらなんですが、1980年代の終わりまでもともと宇野駅というのははるかこっち側、海寄りの方ですね、このなんか立派な建物が建っている辺りにありました。1900年代に岡山駅から当時の国鉄の宇野線が宇野駅まで伸びてきたんですが、それと同時にですね、ここから海を渡って四国の香川県高松市に至る宇高航路というのが国鉄の手によって開設されます。当時はですね、淡路島の方とかには橋がかかっていなかったので、本州から四国に入るためには鉄道を使う場合はほぼ必ずこの宇高航路というのを使っていました。ですので最盛期には国鉄だけで1日10何往復も連絡船が運行されていて、一時期は急行扱いのホバークラフトみたいなやつ、下の方に空気を入れてそれで飛行機みたいにして水面を滑走して走るようなものもあったんですけれども、1988年の瀬戸大橋の開業によって宇高航路は廃止されます。ホバークラフトは一時期残ったんですけれども、それももうなくなりましたね。ただし民間のフェリー会社については残りました。瀬戸大橋というのは道路橋もあるんですけれども、その道路の通行量が非常に割高だったので、相変わらずこのフェリーの方が運行され続けて、一時期は3社ぐらいで競合し合っていたんですけれども、高速道路の値段がどんどん安くなるにつれてトラックとかが流れていってしまって、次々に廃止されていき、最後まで残っていた四国フェリーという会社なんですが、今ちょうどこの船の奥に止まっているやつなんですけれども、それもですね、ついに本日をもって廃止されるということになりました。かつては隆盛を誇った宇高航路もね、もうしまいには5往復のみとなってしまいましたね。かつてはね、これだけのスペースに線路が敷き詰められていたんですけれども、今はもう見る影もありませんね。駐車場があり、あとはこっちの方には釣りをしている人たちがたむろしているというだけです。一応ね、不当の痕跡とかもあるらしいんですけれども、ちょっとね今日は時間がないんでそこには行きません。その私が乗る四国急行フェリーの高松駅は結構宇野駅から離れていまして、まあ結構っていうほどでもないんですが、こっちにあるのが、見えないな、ちょっと逆光で、手島小豆島駅と書いてあります。でこっちが、直島駅ですね。そしてさらにその奥に高松駅があります。私が乗るのは、4便15時45分発の便です。乗船が始まったんですが、奥の方からあっちからこう来て、さらに折り返して、すごい数のお客さんですね。まあ、この便が事実上日が昇っているうちに運行される最後の便です。テレビ局も来ています。乗船する車が並んでいるんですけれども、事務員の方とおぼしき方がね、トラックの多分常連さんなんだと思いますが、常連のトラックドライバーさんの方々に今までありがとうございましたと一人一人に対してお礼をしていました。はい、お願いします。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。車両が乗るところと同じところからの乗船になりますね。多分ね、昔の宇高航路ってもっと車のスペースとか広かったと思うんですけれども、今はもうこれだけしかありません。スペースはそんなに広くなくてですね、座席ももう9割ぐらいが埋まってしまっています。で、店内唯一の売店もこのような大行列です。こういうふうにですね、まあ、外で景色とかを眺めながら、風に吹かれながら移動することができます。こちらが高松型じゃない宇野型ですが、こっちの方は室内から外の景色を眺めることができると、外の景色っていうよりは全面展望ですねを眺めることができます。で、2階もこういう風に展望スペースですね。思いのほか結構こじんまりとしたフェリーですね。お客さんの乗船がすべて終了しました。乗船口のところにはちょっと見えづらいですが、もうすでに鎖がかけられております。で左側のところ、トラックとか車両が入っていくところがタラップが徐々に上がっていっていますね。今上がりきりました。その後で上にある白い蓋の部分も閉じていきます。常連のトラックドライバーさんたちもきっとね、最後の航路ということで名残惜しかったでしょうね。乗船口の手前では多くの人がこちらにカメラを向けて写真撮影に興じております。104年も続いた歴史がもう今日終わりを告げてしまうのです。車両の入り口のところにも鎖がかけられました。撮影している人の中にはこの宇高航路に非常に思い入れがあるという人も多くいたことでしょう。乗船口の方を見るとね、スタッフさんとか、あとジムの切符販売員の方かな、これは最後の記念撮影をされていました。もうこの次の出港は日が沈んだ後になってしまうんでね、日が昇っているうちにやっていたんでしょう。大量の人が甲板にたむろしております。テレビ局も取材に来ていました。先ほど私が釣り客がたくさんいるといったところですね、あそこからも大勢の人たちが手をこちらに向けて振っています。船上の人たちも、特に子どもたちは手を振り返していましたね。もちろん大人も熱心に振り返しています。海岸には大量の車が止まっています。ゆっくりゆっくりと、しかし確実に船は港から離れていっています。ずっと手を振っている人もいたみたいですね。それだけ思い出のある人が多かったんでしょう。甲板上には多くの人たちが立っております。200人か300人ぐらい下手したらいたんじゃないですかね。本当に多かったです。普段からこれぐらい多くの人が乗っていればなと、関係者の方々は思ったかもしれないですね。船は瀬戸内海の平穏な海を進んでいきます。瀬戸内海は船で通るには本当に美しいところです。ふと宇野の方に目をやったらね、なんか漁船みたいなのがこっちに向けて近づいてきていました。単に偶然かもしれないですけれども、宇高航路の終焉を忍んで追いかけてきていたのかもしれません。船の速度は結構遅いです。時速30キロにも満ちません。船が30キロで、鉄道だと80キロぐらいは普通に橋の上でも出せますから、瀬戸大橋線が開業したことによる本州と四国の行き来のしやすさというのはとてつもない変革があったでしょうね。宇野があるのは岡山県玉野市、造船の工場がありまして、荷物を積み込むところなのか、これはそうですね、このガントリークレーンで荷物の積み下ろしなどを行います。で、今見えてきたのがドック、船の修理とか場合によっては心臓なども行うところです。先ほども申し上げた通り、瀬戸内海は陸に囲まれていて非常に波が穏やかですので、こういった造船にはとても適しているんじゃないでしょうか。甲板上から人がいなくなることはありません。皆さんずっと瀬戸内海の海の景色を名残惜しそうに楽しんでいました。南側の方に目をやりますとね、こちらの島の向こう側にちょっと高い高層ビルなどが見え隠れします。これがもう高松の町です。結構あっという間に見えてきますね。で、宇野の方を振り返ってみますと、もうあれだけ遠くの方まで行ってしまいました。こう見ると結構宇野という町が非常に海の奥まったところにあるのがよくわかると思います。奥まったところにあるということは風が非常に穏やかですので、港としてはとても優秀なところでしょう。瀬戸大橋が開通して本州と四国の行き来が便利にはなりましたけれども、同時に船が減っていってますので、この宇野の町にとっては大きな痛手だったでしょう。人口も減少しております。宇野から岡山まで続く JR の宇野線も、かつては貨物列車や急行列車が大量に行き来をしておりましたが、もう今ではローカル線といった雰囲気になっています。手前には養殖用の生けすが大量に並べられております。瀬戸内海はカキやエビといった甲殻類の養殖が非常に盛んなところで、至る所でこういった養殖用の網を見ることができますね。今映っているのが直島、岡山県に属する瀬戸内海の島ではかなり大きい、一番大きいんだったかな、割と大きい町もあります。冒頭でも述べましたが、未だに船が交通の主役になっていて、宇野との間には連絡船がたくさん出ておりますね。さて、瀬戸内海は日本にとっては重要な航路です。たくさんの船が行き来をしています。今のは何を運ぶ船だったのかな、化学燃料かなんかを運ぶものだったと思いますが、こうして見るだけでもね、3隻くらい船が確認できました。韓国や中国といった大きな隣国から関西圏までの最短ルートをこの瀬戸内海が形成しています。高松までの航海はおよそ50分。宇野に住んでいる人はね、結構岡山に行くよりも高松に行った方が早いですので、瀬戸大橋ができる前はこの船で高松まで買い物に行っている主婦とかもたくさん見られたそうですね。通学をする生徒もいたそうで、宇野と高松は非常に結びつきの強い都市でした。西の方に目をやるときらびやかな夕日が輝いております。そしてそれに瀬戸大橋が照らされていますね。1988年開通、それまで陸路では行くことができなかった四国と本州を行き来することができるようになり、四国の経済発展に大きく寄与しましたが、結果としてその裏ではこの豪航路のように廃れていくものもありました。さて時間が余ったのでね、中の売店で連絡船うどんというのを食べました。結構ここのうどんは有名らしくてですね、目にコシがあって、でつゆも非常にコクがありましたね。船の上なのでやっぱり味は陸上の店舗と比べると落ちるかもしれないですけれども、舌の肥えた四国の人たちがたくさん使っていたので、本場を知らない人間が食べたら十分美味しく感じられました。撮影は12月、日の入りももうすぐまで迫っております。高松への到着は残り15分ほどまで迫ってきました。つい20分ほど前までは高松ははるか遠くの方に見えておりましたけれども、今度は逆に宇野がもうはるか遠く、もう見えなくなるぐらいまでなってしまっています。奥に映っているのは瀬戸大橋の四国側の入り口、坂出市です。その立地を生かして大量の工場が進出しているほか、物流企業もたくさん拠点を置いております。瀬戸大橋の開通によって最も発展した都市の一つです。海側から見ると高松はね、結構高層ビルが立ち並んでいて、すごく都会的に感じます。実際宇高航路があったおかげで、四国の玄関口としての役割を長年にわたり続けてきましたから、国の出先機関の多くが高松に設けられていますし、また JR 四国といった四国を代表する企業も高松に本社があります。いよいよ入港が近づいてね、船外だけではなく船内の人たちも多くが窓に向かってカメラを向けております。実際永遠にもう撮れなくなるかもしれない景色ですからね。皆さんその光景をフィルムだけではなくて思い出にも焼き付けていました。ちょっと窓ガラスが曇っていて見えづらいですけれども、高松側の岸壁にもたくさんの人がいました。本当に多かったですね。特にフェリーの乗船口の近くには何百人もの人が押し寄せておりました。映像には映っておりませんけれども、交通系 YouTuber の第一人者であるスーツさんにも後でお会いしました。こちら折り返し便の乗船を待つ人たちですね。わあ、今見るとなんかすごい密ですけれども、この頃はコロナなんてなかったですからね。ソーシャルディスタンスとか気にしないで旅行できた時代がすごく羨ましいです。まだ半年前ぐらいなんですけれどもね。ビルのてっぺん付近に高松、アルファベットで表記されています。高松駅まで続く歩道橋にも多くの人が並んでいます。着岸が完了し、まずは自動車の方から降りていきました。運転手さんとスタッフさんが最後に挨拶を交わされています。今映っているこの車の会社も調べてみたんですけれどもね、どうやら非常に精密な液晶とか半導体などを輸送する会社のようでして、瀬戸大橋のような高速道路だと振動とかで多分商品を傷つけてしまうんでしょうね。だからあえてのんびりと運ぶことのできる船で輸送を行っていたようです。もう最後にはそういった特殊な車両しか顧客として残っていなかったんでしょう。車両に続けて乗客も徐々に船の外に出ていきます。折り返し便の乗船がすごいことで待っていて、さっき人が行列作ってるのも見ましたが、車も大変長い行列を作っております。4時45分下船、高松港から宇野港と書いてあります。普段と比べてね、降りる人が非常に多いので、立ち止まらずに降りてくださいというふうに係員の方がひたすら案内をされていました。いや、ものすごい混み方でしたね。ここまで混むとは思いませんでした。今ですこそ四国は3本の橋で本州とつながっていますけれども、昔は全部船で行き来していたわけですよね。この美しい瀬戸内海の島々の景色を眺めながら、必要に駆られてだとは思うんですけれども、のんびりと旅行することができた時代を僕はすごく羨ましく思います。直行便は廃止されるんですが、宇野からの直島かな、直島を経由して高松に行く便とかは引き続き運行されるようですので、そちらの方にもね、まだ乗っていないという方はぜひ乗船してみてはいかがでしょうか。はい、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。ちゃんとね、高松駅方面連絡通路みたいなのもあります。